皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学空間図形の6回目です。今回は立体の表面積の2として円錐と球の表面積、これについてお話しします。円錐の表面積、これを最初にやるんですけど、その前にちょっとだけ復習しておきます。扇形の面積の求め方、これを確認しておきますね。ここに扇形が書いてあります。半径は R、 中心角は A とですね、それから弧の長さ、これ L、 そして面積を S とした時、扇形の面積の求め方2つありましたよね。1つ目の考え方は、その扇形がこの半径 R の円の何分のいくつになっているかと、こういう求め方です。円の面積は πr2 乗ですよね。ですからこの考え方でいくと、 πr2 乗かける円一周回ったら360度ですから、360分の A 度分ということなんで、360分の A と、ね、πr2 乗かける360分の A と、これが実際半径 R の円の何分の1になっているかと、何分の X になっているかという考え方で求める方法でした。もう一つありました。なんか三角形の面積の求め方、これに似た方法ありましたよね。それはこの弧の長さかける半径割る2という考え方です。これなぜかっていうと、これを細かく切っていって上下を反対側に組み合わせて図形を作ると、これ長方形になりましたよね。その考え方から来たものです。2分の1、そして弧の長さかける R、 これがもう一つの求め方。一つは πr2 乗かける360分の A、 二つ目が2分の 1LR と、この2つの求め方どちらも使えるようにしておいてくださいね。ではこの円錐の表面積、どちらかを使って求めていきます。ここに円錐の見取り図があります。母線の長さ10センチ、底面の円の半径は6センチです。やはり面積を求めるとき、ね、この表面積を求めるときは展開図を書いて考えていきましょう。この展開図を書くとこんな風になります。側面は扇形です。そしてそれに底面の円がくっついています。ちょっと離れちゃってるんですけど、まあ、くっついているとしてください。で、分かっているところの長さを書き込んでいきます。ここ10センチですね、母線のところ。それから底面の円の半径、これは6センチと、こうなっています。ではまずここの弧の長さ求めていきます。弧の長さはここの部分と同じになるでしょう。で、実際に組み立ててこうなったら底面の円の円周、ここと重なりますから、この長さは底面の円の円周の長さ。円周は直径かける 3.14 でしたね、小学校の時。中学校では 2πr なんていう言い方もしました。つまり直径かける π なんですね。半径6センチですから直径は12センチなので、この長さ 12×π で 12π センチメートルと、こうなります。次は底面積です。底面は円ですよね。円の面積は πr2 乗、 π かける6の2乗ということなんで、6636、底面積は 36π 平方センチメートルと、このように計算できます。そして側面積です。展開図を見るとこれ中心角出ていませんから、
1番の式じゃなくて2番の式を使うって、こういうことが分かりますよね。2番の式、2分の 1LR、 2分の1かけるこの長さかける半径ですね。ですから2分の1かけるこの長さ 12π かける母線の10と、こうなります。これを計算すると 60π と、平方センチメートルと。では表面積はというと、表面積は側面積足す底面積ですから、側面積 60π足す底面積 36π、 計算すると 96π 平方センチメートル。ですから答えは 96π 平方センチメートルと、このように計算できるわけです。では次は球の表面積、こちらに移ります。球の表面積は、まずこの球の表面積を求める公式、これを覚えちゃいましょう。覚えるとき口に出して言ってみると覚えやすいですよ、ね、球の表面積 S、 球の半径 R とすると S イコール4πr2 乗と、球の表面積は 4πr2 乗、球の表面積は 4πr2 乗、こうやって何度も口に出してみるとどん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 覚えます。球の表面積は 4πr2 乗、球の表面積は 4πr2 乗、そして覚えたら今度は使ってみましょうね。ここに球の緑図があります。これ球の半径5センチです。球の半径5センチメートルです。で 4πr2 乗、これを使って表面積を求めると 4π かける半径5ですから、5の2乗イコール4π かける5の2乗は25ですから、 4π かける25、計算すると 100π になりますね。ですからこの半径5センチの球の表面積は 100π 平方センチメートルと、こうなります。みんな公式ね、球の表面積は 4πr2 乗、 4πr2 乗、こうやって声に出して覚えちゃってください。今回は円錐と球の表面積、この求め方についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。